えでも俺らさ、今回マントルとプレイシータと別れたりするか。いや、そ、お前そこよう飽きようと思うな。やばいよ。ロックってなってんな。はい、キャラクター同士の関係性についておさらいです。アシュリーとクリスが恋人未満の関係で、マイクとジェシカが恋人同士、ジェスやね、ジェスで、エミリーとマイクが元恋人同士で、あのこの4人は嫌いやってると、マイク、ジェシカ、エミリー、マットで、ジョッシュとクリス、左見てもらうとジョッシュとクリスは親友で、ジョッシュの妹たちでシャープ1で死んだベスト、ハンナがいると、こういう感じです。はい、わからんくなったらまた最初見てもらえたらと思います。それではサトシ君。いや、これめっちゃ勇敢になってるぞマイク。さてさてさて、あっちか、あそこに行けってことな。こっちか。いや、いやー、怖い。おい見ろ、ブラックウッドファインズ療養所、健全な精神は健全な体、精神病院みたいな感じかな、ここ山の上にあるし。いや、もうやばいってこのゲーム。なんかある、金庫か、誰かが無理やり開けようとしたらしいな。え、開けれんの。え、開くやん。あ、間違えた、ちょっともう一回やって、もう一回やって、開く開く、絶対開く絶対開く。ピストルとかあるんちゃん。おっしゃ、全然なかった、紙しかない。何これ、お金、タイムカード。おい、なんだよこれ、いるそんな。待って、タイムカードだけか、ほんまにタイムカードだけやな。これ何、30人もの従業員が閉じ込められてたやって、炭鉱員が。それの30人がみんなこの療養所に入っとったんかな、精神病院みたいな可能性はあるね。これ全員生存ルートなんかあるんかな、あの2択あったやん、もうあんなあったら無理やん。わ、カメラのデータみたいな。データ見れんのこれ。なんでそっち見るんやろ。レンズが壊れたカメラ、何者かが意図的に壊してる。データだそうや、データ見たいんやけど。なんかの狼。でもなんか狼と仲良くなってたよなマイク。俺よしよししてんの見たで。何これ、マジバイオハザードより怖いんやけど。ちょ、こっち行くか、犬の声すんねんなこっちでも。いや、この先暗闇すぎる。なんかあるよ、武器ない、武器欲しいマジで。診断書、報告は救助された事実に、事故に、救助された事故にあった12名の作業員。12人を療養所の病棟に受け入れた際、我々は衰弱し、何これ、あ、コントローラーについてきた、衰弱し困惑した男たちを想定していた。幸いなことに炭鉱内の非常食によるものか、作業員は皆健康状態も良好であった。当初の予想通り、年長の者には呼吸器官に問題が生じており、肺炎も確認された。23日間閉じ込められたんやって。なんか精神面とか身体的にも健康に異常があってって。
被害者の状態を鑑みて療養所の A と隔離やって、隔離せなあかんほどやばかったんや。ちょっと待って、これ裏側、裏側みたい、ごめん。あ、なんかあった、やっぱり。え、もうすぐで噛まれるところだった。ボーエン医師に報告しなくても。これ待って、今からバイオハザードになる、バイオハザードなんだ今から。これゾンビおる系。いや、これ先大丈夫か。いや、ちょっと待って、これやばいわ。ちょっとさっき、ああ、さっきあっち行こう。もう一個の方。頭痛なってくるもん、マジでこれ。武器ありそうやん、ここ。あ、オッケー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 。なんかアイテム探索できるわ。なんかあるわ。新聞か当時の。記者に暴行。なんかこの病院はとりあえずやばいらしいな。記者に暴行加えたらしい。これだけか、見つけられたの。ちゃんと読んどく、こういうの。なんか読んどん方がいい気がしてきた。何、情報更新って。新聞記事に書かれていたカメラに違いない。写真が出回るのを何としても阻止したようだ。これ暴行されたやつ。カメラも取り上げられたことが綴られている。生存者への取材を禁止され、記者に暴行。昨日ブラックウッドさんにある療養所にて、アルバータ・ビューグルの記者が警備に暴行を受けるという事件。我が社の記者であるチャック・バースタインが火曜日に落盤事故から救出された炭鉱作業員たちへの取材を行おうとした際の出来事だった。治療を受けてる炭鉱員に取材しようとしたらボコられてるね、警備に。はあ、ジェファソン・ブラッグっていうのが炭鉱と療養所も両方経営してんねんな。残念である。いやー、いやー、くしゃみですもん。いやー、行きたくない、この先。行きたくない、この先行きたくない。やばい音、やばい音する。あー、音楽がやばい。カラスか。あ、武器あるやん、武器。引っこ抜こう。オッケーオッケーオッケー、武器手に入れた。でかい。よしよしよし、これが豚の頭切ったやつか。どこに刺したんそれ。めっちゃかっこいいやん、マイク。もう強そうやな。うわ、これ今から狼と戦うんか、もしかして。あれあれあれ、おらんくなった、おらんくなった。出ておいて。この武器を手に入れたのはでかいよ。戦えるよこれで。来るな、そろそろ。待て、いや、ようずいずい。おった、うわ、狼やった。おったな、今影見えたかな。ボゲ、なんかある。変身、至急変身求む。記者や弥生は絶対に近づけないこと。そりゃマスコミになんて詮索されたくないわけだ。え、現状報告。療養所にて12名の生存者を収容。生存者にはトラウマの兆候あり、報道陣には嗅ぎつけられそうだ。問題になる可能性あり、指示を求む。
なんでこんなカタカナなん？みんな精神に異常を期待してんねんな、とりあえず。狼おったねー、この先。おらんねー。炎魂骸骨。邪魔やな。ここにおったってことやな、じゃあ、狼。もう光に映ってから。ネズミかよ、殺すぞ。なんかあるね、椅子の上に。行けへん。え、手術室これ。何これ、腕相撲すんのこれ。おい、こんなもの食わせてたのか。どうしたらいいんこれ。うわ、やばい、来た。開けよ。うわ、やばい。うわ、もう指切るしかないこれ。いや、罠開くか。あ、やばい。あ、いや、いける、罠でいい、罠でいい、これは絶対まだ罠でいい。もう一回やったらいける。指失うのはあかん。いける、いける。いや、あ、もうあかん、間違えた俺。いや、罠罠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 罠、いけるよ絶対。いや、これ無理やったら死ぬ。オッケー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 。助かったよ、オッケーオッケー。マジで感謝するぜ。誰に感謝してんねん、誰に。うわ、でも武器失った。たく。オッケー、諦めんでよかった。いや、もうマジできついわーこれ。いやー、ちょっと頑張ってよかったな。こっちやったっけ、こっちか。いやー、もうほんまキモいぞ。武器がないの。どんどん不気味になってきやがる。ちょ、ちょ、あー、なんか音怖いな。何の頭蓋骨これ。防腐剤で加工された生物の頭蓋骨。人間やろこれ。情報更新されてる。情報更新。電報によるとオーナーは事件を隠蔽しようとしていたらしい。ちょっと音やめてください。ちょっと、あが、ほんまにこのゲームやばいわ。クソ、マジかよ。キーカードまで探させるのか。キーカードね。そんな怒らんといて。もう、あ、怖すぎる。これか。なんでそんなパカパカ。もうこれさ、絶対なんか出てくるで。なんかおる。うわ、マジキモすぎる。うん、吐きそうだ。死体やん。え、ネズミ。なにこれ、スクラッチカードみたいな。よし、見てみよう。ちょっと、これ閉じとこ、気持ち悪いから。ちょっと、え、
うわー、これがあの炭鉱作業員かな、精神病で入院してた。きしょいわー。いやー、全部開けんのもいやいや。あ、これもじゃあ作業員か。これ紙だけかな。安置所やね、これ死体安置所。サラ・スミス、被験者が立ち会ったことを証明する。最後に被験者の生存を確認したのは24日。心腹部の激しい損傷および内部への損害、それに起因する出血、外傷であよるものであった場合は下記記入。え、他殺、鋭利なものにより損傷、おそらく爪。爪っても殺されてんのと一緒やん、ジェスとかが。追加の情報は裏面。死後68時間後に発見、内臓の一部は攻撃者に食べられた模様。やばいやつがおんな、この山ん中。何がおんのこれ、人じゃないんかな、幽霊的な。なんかこれ一個一個怖いな。なんか来るやろこれ。なんかある。マイクの精神がやばい、こいつの勇敢さ。手がかり、収容者より暴行、喉に致命傷の傷。これ医者側かな、情報更新されてるかな。なんかなんもなさそうやね。あー、カードキーゲッチュしたからね。あれ、ゲッチュしてなかった。あ、してるよね。なんで死体からあんの、死体から出てくんの、カードキーが。気持ち悪い。階段やね。いや、あ、ちょ、なんか動きにくい。逃げんのか。ボタン操作来るな、これ。なんだよ、逃げろ。頑張れ頑張れ頑張れ、ドア閉めろよ、どっか。オッケーオッケー。あー、え、なに、え、あいつおるやん。バレてるやろ、もうこれ確実に。え、何がオッケーな。病棟にしては洒落てるじゃないか。あそこ入ってったね。マイクかっこいいな、こいつ強すぎんぞ。キーカードを使ってチャペルのドアを開ける。あー、怖い。飛び降りんの？なんか、またか。木の棒でもええからさ、なんか武器持たん？あ、戻ってきたんじゃん、これ。こっち出口やろ、確か。あ、違うわ。これあれか。うわ、キーカードあるから中に入れるってことね。あいつはどこ行ったんや？あいつさ、ここ入ってった？もしかして俺が入ったとこ行った？犯人。これさ、出れへんのかな？出れるかな？え？帰れるやん。
全然帰れるやんこれ。なんかあった。てか夜なってんな。で夜やねんけど、ずっと最高。地球上で一番不気味な場所に行き着くなんてな。選挙を禁ずるやって。ちょっとここ、これなんか見てたよね最初。あいつ犬引き連れて、なんなんやろここ。え、もしかして動くんこれ。え、え、なんか別の入り口見つけた。くそ、待って、チャペル入ってよかった。え、こっちか。なんかちょっとアイテムあったな、こっちなかった。どっかアイテムあったよな。あったあったあった。え、何するんこれ。え、うん、え、何何何、え、あ、あ、あ、なんか登れんのね。ちょっと待って、まだ下探索してないんやけど。こいつも勝手に先々上がるよ。あ、これでいつでも元来たとこに戻れるってことか。下下下下先探索して。降りれへんがな。こっから降りてきたんか。マイク勝手にどんどん進むなよ。探索したいのに。なんかある。なるほどね。それでこれ別のルートってことな。でここにたどり着いたわけね。なるほどなるほど。いやールートが2個あったってこと。あ、なんかあるやん。あ、これ4だっけ。妙だな、ここまでするなんて。これ4でないな。臭いから鼻つまみを用意してね。なんか報道陣を規制するようにみたいなの書いてた。ちょっと待って、もう一回ちょっと下見てきていい？逆側はなんかある、もしかして。あ、なんもなさそう。ちょっとマイクが先々進むから。なるほどね、2個道があったんや。いや、これは多分結構手がかりをちゃんと見つけとかなあかんのよね多分。くそ。これ毎回この流れ下りやんのか、もしかして。こっちもちょっと進んでみたいね。あ、行き止まりか普通に。こっちな、もう一個探索できるやつがあってんだ。なんかそれだけ見さして、気になんのわし、こういうの。これ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 、トーテムやん。うわ、これ何やろ。うわ、え、やっぱ人間じゃないやつがおる。そういうゲームなんこれ。これ殺人鬼に追われるゲームやと思ってないけど、違うんかな。頑張れマイク。
マジでなんか武器持ってほしいな、マイク。いやとりあえず俺はサムだけ守れたらいいや。何があってもサムだけは守る。これまたムービー入んのか。ああ飛ばせへんね。うわこりゃすぎ。ありがとう毎回リアクションしてくれて。じゃあ、 あのチャペルの中入るか。あいつはもう普通にこっち入ってってんな確か。あれチャペルに入ってったのか、ちょっとよくわからんかったな。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。以上ゴリラスタジオでした。バイビー。